ここが冥界。その中でも最悪の場所かもしれん。マジで。船が見える。乗るのじゃ。テュールの神殿まではたどり着けないが、ひとまずここから出るのが先じゃ。何千年もの間ここは橋の番人が守っておった。それをお前さんが倒してしまったからの。ツケが回ってきたか。この武器じゃダメじゃん。おい、何も言ってないよ。これこっちなんで、こっちじゃないような気がするんだけどな。いや、いいんか。あれは僕だ。僕たちは神でしょ。だから何でも好きにできる。見なくていい。俺も同じことを言った。てめえの母ちゃんをやる前に。あんなことしたなんて。僕はどうかしてた。ここではあの時の意識にとらわれるな。うん、先へ進むぞ。今のは何だ。冥界には年寄りと病人の他に罪人も来る。拷問の幻を見せられる者たちと一緒くたにされとるんじゃ。どうすればいい。冥界を出る。今すぐにじゃ。僕はこんなの平気。ただの幻。そうなんだよね。あれも嘘。そうだ。だがいずれお前はああなる。こうなったのは僕のせい。だから僕が出口を見つける。私が見つける。お前は従うのだ。でも従うだけなんて。いいから従え。もう黙っていろ。ああ、そういうことか。これを当てて、バッテリー残量が少なくなってきました。急げ。分かっている。ちょっと待って。充電さす、一応さすので。今日やり始める前に充電もしてんだけどね。でこれで固定して、でこれで取って、でこれでいける。で予想なんか来た。Ah!
にバルドルがいる。いるったって行かなきゃいけないでしょ。隠れている。聞いて。あんたにそんな権利はない。私は母親も当然ある。ないんだよ魔女め。この部屋の温度さえも感じられる。ごちそう、酒、女、すべて消えた。でもこれからは一切痛みを感じずに済むのよ。あなたは死をも超越した存在。それとも死にたいの？喜びのない人生だぞ。そうさ、死んだ方がマシだ。さ、術を解いてくれ。無理よ。お願いだ。頼む。どうにかしてくれ。バルドル、私を信じてちょうだい。いつか必ず分かる日が来る。大丈夫よ、信じて、私が。ほら。やっちまえ。ほら、やれ。すんごい喉いてるけど、あんたがしたことはそのせいで俺は。フレイヤの母親とはなぜそれを黙っていた。これはうっかり言い忘れておった。嘘をつくな。ああ、嘘じゃない。わざわざ隠しておく理由なんてないじゃろうが。まず船だ。後で話を聞く。詳しくな。腰抜けだ。こいつ勝手だな。なんかもっと足せそうなやつが出てきた。急ぐのだ。何が来た今。ああ、このボロ船が耐えきれるとは思えんが。耐えさせる。で、どうする？少しどいていろ。どうすんの？どうすればいい？もう
も十分だ。これは砲張らなくていいの？あ、これだ。忘れるな。この船で行けるのは途中までじゃ。テュールの神殿は巨大な滝の頂上にある。わしらは遥か下じゃ。つまり無傷で進んでもそこから滝の上まで登らねばならんのじゃ。万神族が作った最高の船は空を飛ぶんだよ。シーズブラズニルか。ああ、確かにあれは飛ぶことができる。この船は無理じゃ。何にせよこの船しかない。これを使う。なんだなんだ。こんなに大きな氷山は初めて見た。火があってよかったね。どうする？どうすん？もう少し待つんじゃ。ん？すり抜けた？どうすんだろう。を外して、もう外しちゃったけど、どうする？向きを変えるとかそういうことじゃないのかな。すぐに外す。船にいろ。信じられない。でっかい灯火だ。いや。Please, no!
こいつ嫌い。お前さんちょっといいか。もうおしまいだと分かってるはずじゃ。ミズガルズへ戻ったとして、ヨトンヘイムへの唯一の門を壊したんじゃぞ。もう晩作尽きたんじゃ。それにあの子は苦しみ続けとる。あの子なりにいろいろ考えて。お前には関係ないことだ。だがお前さんが何もしなければ大変なことになる。死の巨人じゃなくたってそれくらいわかるわよ。なんだこれ。うまくいかないな。これをどけるんだ。まあで、アトレウス一緒に。ああそうだ。やった、いけた。僕たちはここから出るんだ。ここへ来い、父よ。全ての決着をつける。ああ息子よ、時は来た。ダメだ。またあの声だ。知ってる声なの？さあ分からんな。エルヘイムの空。大変なことになるな。光が乗っかったぞ。何か引っかかってる。下げ。無理だ。すぐ外す。神殿までどれくらいだ？
帰らせてくれないね。炎が消えずにこの速さで進めればあっという間に着くじゃろうて。湧き続けるなぁ。荒橋にぶつかる。また来た。
また森だ。また止まった。お前さん、選手に森が引っかかっとる。しかもでかいのもいる。を外さんと。オッケーかな。時は来た、息子よ。貴様が災いをもたらしたのだ。考えじゃと？親子揃ってどうかしとる。この世界から出るんだ、早く。道が残ってればいいけど。いやもう早くこの世界出ましょう。ローディは予定平民への手がかりをここに集めてたんだ。今回長くなってしまったんですけど、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。